い、というわけで今回もまた火曜日来ました。 A&W、はい、ラッキージュースでですね、今回は、はい、ハバネロバーベキューバーガーのハバネロ増量にチャレンジするという方がいたんですね。アメシマです。先週はビーフだったので、今週はチキン、ちゃんと激辛に挑戦します。それに付き合って私も増量、辛いのマジで苦手まで、はい、チャレンジすることにしました。はい、というわけで早速いきます。ハバネロ増量の激辛、だから亀島さん平気で食べてたけど、マジで辛いの苦手です。マジ本当にマジで苦手。一度食べたから大丈夫ですよ。今日一度食べるのにもう3時間かかる。そうそう、今度は1時間はですよ。僕はあの目標30分です。笑ってるけど本当に目から汗が出てくる。それは涙と言います。なんで平気なの。もう慣れでしょうね、やっぱ。でもうまいね。うまい、うまい。辛い方が、辛い方がソースが、ソースが強めで、なんかまんべんなくいってる感じがしていいんですよ。うまい、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 うまいんだけど。ルートビアうまいってこと？ねえ、ね、カバネロチキンバーガー、うん、美味しいんですよ、うん、美味しい、うん、美味しいんだけど辛いの、マジで辛いの、うん、確かにビーフよりチキンの方が、うん、やっぱ美味しいと思う。そう、なんで平気で食うかな。もう半分。じゃあ僕の秘密兵器使えないじゃないですか。それ何ですかそれ。これですね。ちょっとこれはこっそり持ってきたんですけど、でまあね、あの暴君ハバネロってスナックについてきたパウダーです。どうぞ自分の分にかけて、はい、後ほどかけて試してもらう。でもこれマジで本当前回3時間かかった、3時間、はいはい、でも今日30分ペースだよね。そうそう、30分ペース。思いっきり辛い方が多分済むと思うんですよ、うん、スーパープーティーにちょっとあのいや前回、ね、火曜日はスーパープーティーってこのポテトがセットになって出てるんですけれども、はっきり言って前回は3時間かかった理由の一つはこれ。あのね、辛いもの食べて最初にポテトで口の中元に戻すと、はい、次の辛さが数倍になってくる。それかかってきます。リセットするからいいんじゃないですかね。僕はそっちの方がいいと思うな。だからある意味こいつがね、あの3時間かかった理由の一つ。亀島さんが、ハバネロの粉をかけて食べてる様子をカメラを受け取って撮影したわけですけども、はい、粉
の間にどん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 口の中辛くなってもうないよ。ないない。頑張れ頑張れ頑張れ。ルートピアおかわり。最後の一口がめっちゃ辛い。30分ペースじゃないの？早いですよ。新記録しちゃうんです。お疲れさん。涙目になってます。完食でございます。完食です。前回30分かかったけど今回は15分ぐらいでマジ辛い。お疲れ様でした。まだねこれ7月いっぱいやってる。あと1回ぐらい調整するかもしれないけど、チャレンジャー求むって感じですね、はい、まだハバネロパウダーを持ってますんで、ご希望な方は鈴木さん経由で、はい、また一緒にチャレンジする方募集してます、はい、あと2週ですかね。あとそうですね、はい、7月いっぱいです、ね、そうですね。ですので、ね、お待ちしております。そうですね、実は8月からまた別の新しい辛いキャンペーンがあるそうでして、書いてあるんですね、はい、メキシカンナンドックスパイシーモコモコ、メキシカンスパイシーバーガースパイシーチキントルチンコスサラダ、こういう辛いメニューが、8月から9月第2弾としてあるそうです。機会があったら挑戦します。はい、以上です。よかったらチャンネル登録お願いします。それではまた。